天にいらっしゃいます父なる神様、この1週間の私どもの歩みをあなたが共にいてお導きくださいましたことを心より感謝いたします。またこの安息日の礼拝に私どもをお招きくださっていることも感謝いたします。礼拝のひととき、あなたの恵みを思い起こし共に賛美し感謝するときとしてください。またあなたの御言葉をもって私どもを養ってくださいますように、そしてその御言葉に生きる力をお与えください。そのことを通してあなたを証しすることができるよう私どもをお導きください。またさまざまな事情でおいでになれない方々のことを覚えます。さまざまな中でまた避難をしておられる方々のことも覚えます。安息日の主をどうか共にいてくださり、安息日の平安とまた癒しとをお与えくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご来場の皆様、そしてご視聴の皆様、今日ご一緒に安息日の礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。それでは聖書を朗読させていただきます。マルコによる福音書15章37節から39節。マルコによる福音書15章37節から39節です。口語訳聖書では新約聖書の80ページ、新共同訳聖書では96ページです。それでは聖書を朗読いたします。イエスは声高く叫んでついに息を引き取られた。その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスに向かって立っていた百卒長はこのようにして息を引き取られたのを見て言った。まことにこの人は神の子であった。アーメン。それでは賛美歌を歌いましょう。開会賛美歌6番です。どうぞお起立ください。
祈りをいたします。ひざまずける方はどうぞひざまずいてお祈りにお加わりください。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが定めてくださったこの安息日に私たちがあなたを礼拝することができます。この特権を心から感謝いたします。どうぞ今この安息日にふさわしい祝福と平安をお一人お一人に授けてくださいますようどうぞお願いいたします。今私たちは礼拝を捧げようとしています。どうぞ私たちの心を今新たに作り変えてください。礼拝を捧げるのにふさわしいものへとあなたが引き上げてくださいますように。またこの創造の記念日、贖いの記念日である安息日のことを覚えることによってあなた様に対する私たちの思いが強まっていきますようお願いいたします。そのためにも今日礼拝説教のご奉仕を担ってくださる近藤光健牧師をあなたが強めお支えください。また今日本中世界中ではさまざまな災害やまた紛争など困難な状況に直面している方々がいらっしゃいます。どうぞこの安息日にふさわしい平安がありますように、そして私たちもどのようなことができるのかを神様が日々示唆を与えてくださいますようお願いいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ご着席ください。献金をもって神様を礼拝したいと思います。捧げられる献金は世界宣教また教会の伝道や運営のために用いられます。それでは献金をお捧げする前にお祈りをいたします。お祈りの後にご一緒に主の祈りを唱えましょう。それでは献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを日々あなたが祝福し必要を完全に備えてくださっていますことを感謝いたします。その中の一部を今お返しいたします。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この祈りをイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
本日から子どもの話を再開いたします。子どものお話は近藤光健先生が担ってくださいます。お子様方はどうぞ向かって左前のですね、お席にいらっしゃってください。皆さんおはようございます。はじめにですけれども、さてこれ何だか分かりますか？あ、知ってるね。じゃがいもです。そうです、じゃがいもどうやって作るか知ってるかな？みんな食べたことあるよね、カレーとかね。はじめにですね、畑をきれいに耕して、こうやってね、へこんだところを作ります。この中にね、じゃがいもの種を入れるんですね。種は何かっていうと、お芋さんです。大きいお芋だとね、半分ぐらいに切ったりして、こんな風に掘ったね、このへこんだところに入れていくんですね。そして土をかぶせておくと、お芋さんからね、芽がシューッと出てくるんです。こんな風にね、じゃがいもがだんだん大きくなってきます。そして太陽の光をいっぱい浴びて、栄養をたくさんとって、それをこれから大きくなるお芋さんにいっぱい送ります。ところで、じゃがいもさんの仲間のお野菜は何か知ってる？仲間がいるんです。みんなよく食べてるお野菜があるんだよ。これみんな仲間です。と思うでしょう。じゃがいもさんの仲間ね、トマトさん、ナスさん、全部仲間なんです。だからね、こんなものもできちゃうんです。ほら、上にトマトがなって、下にジャガイモがなるっていうのね、これをポマトと言います。あるいはイギリスではですね、トマトとポテイトでトムテイトと言うんだそうです。便利だよね、上と下両方取れたらね。でもなかなか日本で作られないのは、上も下も実をつけちゃうとみんなちっちゃくなっちゃうんだそうです。さてお話を戻しますが、いよいよ大きくなってジャガイモを取る時になりました。ジャガイモさんはですね、土の中にできます。お芋さん、トマトさんやナスさんは上にできるんだけどね、ある時私がジャガイモを取っていた時、土から出してね、お、取れた取れた、するとね、このいっぱいくっついてるお芋さんの真ん中の方にくちゃくちゃになったものを見つけました。よく見える、見えないかな、真ん中のあたりにね、もうくちゃくちゃっと腐ったようになっているものがあるんです。これ何かっていうとね、最初に植えた種で入れたお芋さんなんです。最初に植えた種として入れたお芋さんから芽がピョ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 っと出てきます。そのためにね、一生懸命お芋さんは自分の体にある栄養を送るんですね。そしてすくすくと育っていきます。こうして全部自分の栄養をじゃがいもの
木や葉っぱに出していって、こんな風にくちゃくちゃになるんですね。そして今度は葉っぱが栄養を作って、土の中のお芋さんにいっぱい栄養を送って、芋がぎゅーっと大きくなります。でこんなふうなね、お芋が周りにできてるね。このね、お芋さんを取った時に見たくちゃくちゃになった最初のね、種のお芋さんを見て、私はふとイエス様を思い出しました。イエス様は私たちが神様と一緒に生きるようになるために十字架で命を差し出してくださいました。しかも私がイエス様のことを知る前から、聖書の約束の通りこの地上に来てくれて命を差し出してくれました。ちょうど種のジャガイモさんが全部自分の栄養を出したように、この天沼教会があるのも、ここにみんながいるのも、大人の皆さんがいることも、イエス様が命を差し出してくださったのです。そしてここにいるんですね。先生はくちゃくちゃになったお芋さんを見て、私のために十字架にかかってくださったイエス様のことを思い出して思いました。イエス様ありがとう。ぜひこれからもイエス様のことを学んでください。そして大好きになってイエス様に従うお友達になってください。お話はこれ以上です。本日の礼拝説教は、当教会主任牧師の近藤光健先生によって、十字架のイエスを見上げると題してお話をしていただきます。説教の前に、聖歌隊による献唱が用意されています。Thank you.
今の賛美にありましたように、私のために十字架にかかられたイエス様がもうすぐおいでになることを希望として、これからも歩んでまいりたいと思います。さて、これまでイエス様の裁判と、そして十字架にかけられている行く姿を見てまいりました。イエス様が十字架にかけられてからすでに3時間が過ぎようとしておりました。想像してみてください。これまで多くの病人を癒すためにその体に触れてくださった優しい手と、ガリラ中を歩き回り御国の福音を述べ伝えたその屈強な足、もっと正確に言えばそのかかとに釘が打ち込まれて十字架に貼り付けられ、人々の前に晒されているイエス様のお姿です。全く罪のないお方が不当な裁判によってローマの最も残酷な刑に処され、晒し者にされています。そして見物人、またイエス様を死刑へと追いやった祭司長たち、立法学者は次々に罵声を浴びせ嘲笑し続けました。しかもこの時エルサレムは杉越の祭りの真っ最中です。かつて奴隷だったエジプトから神様の力と導きによって救い出されたことを喜び祝うお祭りの最中でした。しかし群衆の心は救いの喜びと感謝ではなく、約束された救い主を侮辱し長老することに支配されていました。ここに人間の罪深さの極みが現れています。大学生にこの話をすると、ありえない、どうしてこんなひどいことが起こるのですかという感想が寄せられることがよくあります。しかし私の周りにおいても、人間の罪深さのゆえにあってはいけないことが今もなお、時に子どもたちの間でも見受けられます。例えばいじめです。クラスのリーダー格の子どもが先導して、ある子どもがみんなの攻撃の的になります。いじられ、茶化され、バカにされるようになります。一方、介入しうる教師がいじめなどないかのように見て見ぬふりをする。そのことで承認を得たかのように、ますますいじめはエスカレートしていきます。そしてターゲットになっている子どもが追い込まれていくのです。このようないじめは大人社会においてももっと陰湿な形で存在いたします。現代のいじめはイエス様の十字架の場面にあらわになっている人間の姿と酷似しているんですね。ある方がいじめる者の心理をこんなふうに表現しました。自分の思うままに他者を支配し動かせるという全能感。まさにいじめは人が真の神様を見失い、神かのように権力を振るい他者を支配しようとする罪の問題そのものなんですね。そのような人間の罪深さ、心の闇が吹き出ている状況の中、12時ごろ全地が暗くなり3時まで続いたとあります。12時ごろというのは太陽が一番高く上がる頃で、日差しが強く照りつける時間帯です。しかし突然あたりが暗くなったと言います。それはちょうど奴隷だった時、神様がエジプトからイスラエルの民を導き出すために十の災いの一つとしてエジプトに暗闇をもたらしたように、神様によってもたらされた暗闇です。そしてそれは人間の罪に対する神様の裁きを暗示していました。同時に暗闇が誹謗中傷を受けるイエス様のお姿を覆い隠すようにその場を覆いました。時間が経って3時間が過ぎた時、イエス様は非常に大きな声で叫びました。エロイエロイラマサバクタニ。
これは当時使われていたアラム語で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味です。大声という言葉はメガという言葉が使われていますので、非常に大きな声です。闇を裂くようなイエス様の叫びが辺りに響きました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これは詩編22編1節と同じ言葉です。十字架上でイエス様はこの詩編を唱えていたのではないかと言われています。しかしただ唱えていただけではありません。この言葉の通り、イエス様は父なる神様から見捨てられて、その絆から断たれたような苦悩を経験なさったのです。イエス様はいつも父なる神の御心を行い、その関係から離れることはありませんでした。しかし今イエス様は、イエス様から父なる神様の御顔が隠され、一切の励ましと慰めをお受けになれない孤独を経験なさっておられました。絶対的な孤立と言っても良いでしょう。実はそのように救い主が断たれることが旧約聖書に予言されておりました。ダニエル書9章26節に、自分のためにでなく、あるいは別な訳では不当に断たれるとあります。この断たれるという言葉は非常に強い言葉なんですね。この言葉は、例えばイスラエルの民が 神様の戒めに背き、憎むべきことを行った場合、その人物は民の中から断たれるというように使われました。これは死を意味するだけでなく、民の中から完全に切り離され、関係を断たれるという意味のある言葉です。そのようにイエス様は断たれたんです。しかもダニエル書には、自分のためにではありませんとあります。自分のためにではなければ、誰のために断たれたのでしょうか。イエス様は前にこのようにもおっしゃっておられました。人の子が来たのも使えられるためではなく、使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。贖いとは、捕らえられている誰かに代わってその負債あるいは責任を負うことで、その人を救い出すことを意味しています。イエス様はダニエル書の予言の通り、救い主として自分のためにではなく、私たちのために、私たちに代わって神様に対する罪の責任を人として負われ、裁かれ、断たれたのです。イエス様が私たちに代わって断たれたのですから、イエス様の十字架を私のための救いと信じて受け入れ、私の罪をイエス様に負い委ねすることによって、私たちは神様から断たれることはないのです。このようにイエス様が身を低くしてくださり、私たちの救いのために十字架で苦しみを経験なさった、ここに私を神様と共に生きる者としてくださる神様の愛が表されています。しかも人間が願い求めたのではありません。イエス様は拒絶され、侮辱を受ける中で黙って十字架に向かわれて、救いの道を開いてくださいました。だから救いは恵み以外の何物でもないのです。十字架のイエス様を日々見上げるとき、私たちはイエス様を十字架に上げた罪人の一人であることを思い起こさせられると同時に、
恵みによって救われた神の子であることを忘れないようにしたいと思うんです。この苦悩の時に詩篇を唱えておられたイエス様は、人生の歩みの中で思いがけない苦難に直面する私たちのまた模範でもあります。人類の罪を背負い孤独の中で苦悩されるイエス様の心は、ご自分を十字架につけて長老していた人々に対してではなく、この言葉が表す通り一心に父なる神様に向けられていました。今期の安息日学校聖書ガイドで今詩篇を学んでいますよね。その中で先々週は詩篇を祈りに用いることについて学びました。その学びの中で絶望の詩篇としてこの詩篇22編が紹介されていました。詩篇22編の前半は絶望的な状況の中で絞り出すように苦悩を訴える言葉と、過去を振り返り神様に信頼し助けを求める言葉が交互に繰り返し出てきます。イエス様は共にいた弟子たちからも見捨てられ、常に共におられた父なる神様との関係が断たれたように思える孤立した状況の中で詩篇22編を唱えることで父なる神様に信頼し祈っておられたのです。私も時に理由がわからない不条理な状況に陥り苦悩することがあります。そのような状況で祈る言葉さえ失うような絶望感は抱えることすらあるかもしれません。しかし私たちにはまだ詩篇という祈りの言葉が残されているのです。詩篇22編を読みますと、イエス様の十字架の場面と重なる言葉がいくつも出てきます。この詩篇を読んだのはイエス様から1000年ほど昔に活躍したイスラエル王国2代目の王ダビデでした。しかしあたかもイエス様の十字架の場面を見て書いたかのような言葉が出てくるんですね。聖霊の働きによってダビデはイエス様の十字架の場面を暗示する詩篇を書き、それが十字架上のイエス様を支える祈りの言葉となりました。私たちにも詩篇が神様から与えられています。私たちが直面するさまざまな困難と重なる詩篇の言葉がきっとあるでしょう。祈れないと思うとき、詩篇の言葉を読んでみられたらどうでしょうか。きっと今の状況と重なり、心に抱えている思いを代弁する詩篇が見つかると思います。イエス様がなされたように、その詩篇の言葉を私の祈りとして唱えるのです。苦しいとき、私たちはとかく目の前の苦難にばかり心が向けられがちです。そのために、困難な状況の中においても共にいてくださる神様を疑い、これまで受けてきた神様の恵みも、将来用意しておられる救いのご計画も見失ってしまうことがあります。しかし詩篇22編のような苦悩を訴える詩篇が神様の言葉として残されているということ自体が、神様が私の苦悩を聞き受け止めていてくださることの証なんですね。そして聖書の言葉を通して働く聖霊によって私たちの心は父なる神様へ、また私の罪を背負い人として十字架の苦しみをご経験されたイエス様へと引き上げられていくのです。さてその後のところをまたちょっと読んでみたいと思います。イエスは声高く叫んでついに息を引き取られた。その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。
イエスに向かって立っていた百卒長はこのようにして息を引き取られたのを見ていった。まことにこの人は神の子であった。さて、イエス様は知恵と言葉を持って父なる神様に信頼し祈りながら、誰も経験したことがない苦悩を人として耐えられて、十字架で人間の罪の責任を負い切るという使命を果たされました。その間、人々はイエスも認めず罵声を浴び続けました。亡くなる直前にもイエス様が声高く叫ばれました。すると暗闇に続いてもう一つ不思議な出来事が起こったのです。神殿の最も聖なる場所で、年に一度大祭司しか入ることのできない至聖所と聖所を分ける幕が裂けたのです。そこにはかつて契約の箱があり、神様の栄光が宿っておりました。その場所を隔てる幕が裂けて中があらわになったということ、これはそこがもはや幕で隔てられるべき聖なる場所でなくなり、唯一その聖なる場所に入れた大祭司がもはや特別な存在ではなくなったということを意味しました。またこのことはイエス様を拒んだ大祭司や民に対する神様の厳粛な裁きと神殿の終わりを予表しておりました。イエス様の十字架から40年近く経った紀元後70年、ローマ軍によってエルサレムは包囲され、最終的にエルサレムと神殿は破壊されていきます。以前にもお話したことがあったかと思いますが、イエス様が十字架にかかられた頃からこの70年に至る約40年間の間に、神殿において不思議な出来事が起こっていたことを、ユダヤ人の記録の中に出てくるんですね。後にユダヤ教のラビがそれを振り返って、警告として現れたこれらの前兆を我々は理解しなかったと述懐しています。しかしこの幕が裂けるという出来事にはもう一つの意味があります。この至聖所は民の罪の許しと罪からの清めに関係のある重要な場所でした。その場所の幕がイエス様の十字架の死において裂かれ開かれたということは、神殿ではなくイエス様の十字架によって、あるいは十字架にかけられたイエス様によって、私の罪が許され、神様と共に歩み清められて新たにされる道が開かれたということを表しているんです。むしろこれまで神殿でなされてきた儀式や祭りは、皆このイエス様によって成し遂げられる救いを象徴的に表していたものでした。指し示していた本物が来て、救いのご計画を果たしてくださいましたので、神殿の役割は終わったのです。さて、十字架上のイエス様に罵声を浴びせ、侮辱し、嘲笑していた人々の中に、暗闇が覆う中、息を引き取られるまでじっとイエス様を見つめていた人物がおりました。ローマの百卒長です。彼は50人から100人までの兵士からなるローマ軍部隊を指揮する隊長でした。おそらくこの処刑の場を仕切っていたのでしょう。39節にこう書いてあります。イエスに向かって立っていた百卒長は、イエスに向かって立っていたとあります。向かっていたという言葉にはですね、反対側あるいは敵対という意味もあるんだそうです。ただ十字架上のイエス様に相対してじっと向かっていただけでなくてですね、
全くイエス様と反対と思われる人物でした。彼はユダヤ人が差別した異邦人でした。またこの場にいた祭司や律法学者、パリサイ人のように聖書の教えに精通していたわけでもありません。宗教家でもありません。彼は軍人でした。しかし、じっとこのイエス様に関する一連の出来事を見、イエス様が息を引き取るまでその姿を見ていたローマ軍の百卒長はこうつぶやきました。まことにこの人は神の子であった。ローマ帝国において神の子と呼ばれるのはローマ皇帝です。ローマ皇帝は自らを神の子、救世主と呼び、人々にもそう呼ばせて自分を礼拝するよう命じました。絶大な権力と武力を持つローマ皇帝を、彼もまたおそらく神の子と呼んで褒めたたえて、ローマの兵卒として皇帝に忠誠を誓ったことでしょう。しかし、ローマ皇帝とは真逆の無力で、苦悩し人々から長老されるイエス様を今彼は見つめました。これまでも多くの処刑に立ち会ってきたことでしょう。しかし十字架のイエス様と向き合い、イエス様が息を引き取られていく姿を一部始終見届けたとき、これまで見てきた受刑者とは全く異なるものを見たのです。そして、まことにこの人は神の子であったという告白に至りました。さて、私たちは十字架のイエス様に何を見、何を期待するでしょうか。当時のユダヤ人が期待した神の子救い主は、ローマの支配から解放して民族の誇りを回復し、物質的祝福によって生活を豊かにしてくれる英雄でした。ローマ人にとっては権力と武力を持って帝国に平和をもたらす皇帝が神の子でした。しかしマルコによる福音書は、神の子イエス・キリストの福音の始めという書き出しから始めて、全く異なる神の子であるイエス様を聖霊によって書き表しました。まず公の働きをなさる初めにバプテスマをお受けになられたとき、天が裂けて聖霊が鳩のように下り、天からこのような言葉がかけられました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。父なる神様がイエス様を愛すること宣言されて、イエス様が神の子であることが公の働きの始まりにおいて示されました。神の子救い主としての活動を開始されたイエス様は、人々の救いのために仕えて一人一人を訪ねて、神の国、すなわち神様のご支配のもとに招き続けられました。その公の働きの最後である十字架において、今度は天ではなく神殿の幕が裂けて、イエス様により救いの道が開かれました。そして十字架のイエス様を見上げていたローマの百卒長の告白によって、改めてイエス様が、このイエス様が神の子であることが証しされました。イエス様の公の生涯は、父なる神様による愛する子という宣言から始まり、百卒長のまことに神の子であったという告白によって幕を閉じました。この地上においでになられて人と共に住み、私の罪すらも背負ってくださった十字架のイエス様こそ、人間の根本の問題である神様から離れた罪から私たちを救い、人間本来の在り方を回復するためにおいでになられた神の子、救い主であります。
当時見ていた多くの人々にとっては、このイエス様の十字架は敗北に見えたことでしょう。しかし十字架こそ救いの ご計画が成し遂げられた神の子の勝利でした。最初に詩編22編の前半は苦悩の叫びと神様に信頼し救いを求める言葉が交互に続くとお話しいたしました。しかし後半の22節以降は救いを成し遂げる主への賛美と献身の言葉に変わります。詩編22編の最後のところをお読みしたいと思います。詩編22編の29節からのところです。地の誇り高ぶる者は皆主を拝み、塵に下る者も己を生きながらえさせられさせえない者も皆その御前にひざまずくでしょう。獅子孫孫主に仕え、人々は主のことを来たるべき世まで語り伝え、主がなされたその救いを後に生まれる民に述べ伝えるでしょう。詩編22編はこの言葉で終わるんです。イエス様の十字架の場面にこの聖書の言葉は出てきませんので、これは私の想像なんですが、イエス様は一節だけではなく、このよく知られていた詩編22編を終わりまで声にならない声、あるいは心の中で唱えながら、父なる神様に信頼し祈り続け、私の救いのためになすべきこととして十字架の苦悩を耐え切ったのではないかと思うんですね。このことによって救いが成し遂げられ、この後もずっと伝え続けられていく、それを希望として耐え続けられたのではないかなと思うんですね。だからヨハネによる福音書を見ますと、最後に全てが終わった、あるいは成し遂げたと宣言されて息を引き取られました。このように十字架の死に至るまでへり下られ、救いのご計画に従順に従われたイエス様が、それに高められたことをパウロも書いています。獄につながれる苦難の中にあったパウロも、またイエス様を見上げてイエス様のことを述べ伝えておりました。修法の心のマナをご覧になってください。フィリピ2章の6節からの言葉です。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。己を虚しゅうして人となり、私の救いのために十字架の死に至るまでご自分を低くされた神の子イエス様を、私たちも日々見上げて歩んでまいりましょう。見上げるとき、私たちの、そして人間社会が抱える罪が示されるでしょう。神様は確かに罪を裁かれる義なる裁き主でいらっしゃいます。その示された罪をイエス様に告白し、追い種いたしましょう。イエス様が引き受けてくださったのですから。同時に、イエス様は私たちの罪の責任を負い、私に代わって立たれました。悲痛なイエス様の叫びはそのことを表していました。ここに私の救いの確証があります。主によって、その恵みによって救われたことを喜び感謝いたしましょう。
また十字架の苦悩の中でさえ父なる神を信頼し支援を持って祈られて、その御旨に従ったイエス様こそ信仰の模範です。私たちも人生においてさまざまな苦難を経験いたします。その時も十字架のイエス様を見上げましょう。十字架で苦悩されたイエス様は私たちの苦しみもよくお分かりになっておられて共にいてくださいます。共におられる主イエスに支えられて、そのお姿に習いイエス様に従って歩むものでありたいと思います。おすすめに感謝いたします。それでは賛美歌を歌いましょう。閉会賛美歌142番です。どうぞご起立ください。いたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、今日私たちはイエス様の十字架の最後の場面を読みました。私たちの救いのために私の罪の責任を負われ、
苦悩を経験し叫ばれたイエス様のお姿を忘れることがないようにしてください。私もまたイエス様を十字架に送った罪人の一人です。十字架のイエス様を見上げるとき、私の罪をお示しくださり、悔いてイエス様にお委ねすることができますようお導きください。また十字架こそ救いの確証です。ここに神様の憐れみと恵みが表されています。恵みによって救われたことを心に刻ませてください。そして救われた喜びと感謝を持って日々を過ごさせてくださいますように。しかし私の歩みにおいてそのような思いをかき消すような辛いことを時に経験いたします。その時も十字架にかかられたイエス様を見上げさせてください。そして苦難の中にもイエス様が共におられることを覚え、御言葉によって支えられて、神様の御旨に従って生きるものとしてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。